クソビキは許されない。右ウィング登録で能力値がバカ上がりした名シーン。左ラバグ登録で能力値がバカ上がりした道具。あとミート、タキ、あ、間違えた、ニコ、それタキ絶対に全員当てろ。レオン号センタルミッドリーダー無印式をできるようにディフェンス数値も相当高い。レオンがたまんねえ。あー、この4点を揃えた人間だけが勝ち組だから、それ以外全部負け組だから、いけー。まずは手堅く、手堅くデヨングだー、頼む。最終的に誰一番使うかってなったら絶対デヨングだから。デヨング、わあ、待て、これはまさかマスター、わーわー、ナウセーフ、ガチ神引き成功。今のところ完璧で勝ち組ルートに乗ってますよ。まずは三笘行こう。あ、間違いねえ。三笘もしくは南野でよろしく頼む。南野もうちょい能力値上がってほしかったなっていうところあるけど、やっぱり周回不備、南野欲しい。デヨングだ、デヨング、やりました、デヨング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 、やばい、もう完全に勝ってる。熱い、熱すぎる。いや、だからもう勝ち組じゃない、俺日本人じゃなかったら勝ち組じゃん、これ完全に。マジで言ってんのか、熱すぎる、嬉しい、生きててよかった。あの時どでかいフラグを立てておいて、まさかの2連勝あるか、3連勝あるか。もう正直言ってメッシとディヨング手に入っちゃったから、もう満足よ割と。マジで、まあ三笘も正直なところ言うとモメンタムドリブル持ちのやつの方が強いからね、ぶっちゃけで。まあでも欲しいけどね。ああ、あ、なる。これはケツ穴。ああ、さすがにおしっこ行こうかな。トキじゃねえか、そうか、タキだ、星4だったのこいつ。あ、そうだ、リーグアンダタキ、やった、やばい、やべえ。ガチで全勝ルートやばくね。あとは三笘当てるだけ。ここまで完璧に積み上げてきといて、この流れで三笘が出てこない確率 0%。 勝った、え、マジで来るよ、マジで来る、絶対来る、プレミアリーグが現れる。やばい、マジで、え、俺マジで、俺これ、え、三笘、三笘、お前誰やねんこれ、慣れとんのか、おい、ふざけんなよこれ、おバカ野郎、おポケポケポケか、この野郎どこのゴールキーパーじゃ、おい、取ってる、トッテナムだけ許さ、俺はグーナーだ、許さねえ、スパーズだけ、スパーズだけ許さねえ、どうかけてもこれ三笘の流れだろね、バカか、お前バカ、バカ。というわけで本日のメイン企業、三笘だー。お前おせえよ、高円寺中央みたいな髪型しやがって、おせえだよ。まあ、サバーアカウントの方で三笘ゲットしたんで早速使っていきますよ。ぶっちゃけね、この三笘能力値見てもらったらわかるんですけれども、モメンタムドリブルに比べたらまあしばし弱い。周回 FP の三笘としては最強なんやけど、しば、あ、でも逆足精度って最高やったっけ、え、逆足精度最高やったっけ、これおかしくね。ブライトン、三笘、三笘、三笘、一番走行値高いんや、ビビる。右足でウィングストライカーで逆足、あ、精度高い、すげえ、逆足精度最高になってる、おい、どうだ。やっぱりカオルはいつでも俺たちにファンタスティックなサプライズを用意してくれてんだよな。結構ね、モメンタムドリブル以下の能力値とはなったんやけど、まあまあ同じクラスの能力値してますから全然使えるわけよ。今回晩秋アウトスピンキック、いや強くね、さすが、行ってみよう、うっしょーい、普通かい。ドリブルではさすがにね、モメンタム持ち、能力値も上、あいつに勝つことはできんけど、パスとかシュートの場面では上回れる、ガチで。それなんかの部分で勝ってるってのが大事だからな、いい。反省が生かされてる。でかくのリバプール CS の動画が聞いたか。だが、この三笘薫を使ってからパスやらシュートを堪能してるなんて俺はもうと思ってない。もう4人以上抜けるまで終われませんだからな。あ、4人じゃな、合計4人ね。あの、一気に4人じゃないから。一気に4人の方は僕んゲームソンでご堪能ください。はい。ムバッペ、エンクンク、三笘ボール持って、お、いいね。いい。いいね。なんかさ、緊急停止キック目でやりたいんだけど全然できねえ。相手もずっとそれを見守ってくれて、ボール持って全然前行けねえ。なんだこれ。サイドにパーチコマンド当てると。で、中にボールを蹴り込んで、ブルーノも蹴り込んで、ムバッペも落としてエンクンクスルーパス、三笘。来たな、おい。サイド突破っつったら三笘かー、流れた。三笘風だった、マジで。多分三笘。前から突っ込んで。いける。ナイス。うん、ザカリアから三笘だろう。うわー、しまった。もう薫る三笘使いたくて仕方ないとかバレてる。間違いねえ。これなんですよね。本当に三笘からの良くないところは、ドリブルするっていうのがバレるところ、マジで。ドリブル中しか使わないから、ここでボール持ってってやるか、ダブルアッシャー、いいね、でも持ってってこれキックで1回取れたら、ゲーゲッチだ、はーい、エスミニャン、くそー、エスミニャンが拾ってくんねえと三笘にボール渡せねえよ、来たな、これ何が何でも三笘にスルーパス出したい、よっしゃ、
全員ぶち抜く。これで中行くわけよ。だから全くもっと機動力生かせてない。三笘ごめんな、マジで。俺の前じゃ三笘も一歩前よ。ここからほい、ダブルチいけるか。あ、ダメだったわ、体くっついただけ。やばい、日本対ドイツ戦が不安。はい、いい動きがした。チャンスメーカー三笘広がる動き。ダブルチなんか全然ダブルタッチ出ない。おい待て、お前バーって前行って突っ込んでからぶっ壊れるだけやんけ。この三笘あと何回見たらいいんですか。仕事一向できなかった三笘で、三笘変わる免疫王とか穂先だから一人も抜けませんでしたって終わっとるやろ。ガチでもうギリサムネ詐欺やろ。危ないよ、三笘変わるで本当に風俗店みたいなもんだからね。抜き前提だからね、マジで。中弾いて富安か、ほんまにそれ。モドリッチいいね。三笘これボール持って前向いて立て攻めるでしょと見せかけてキックメイト。そうで、これで中侵入してってダブルタッチやると。いいね、これで相手の背中を使って加速する。俺はどうだ、俺のバロくらえ。絶対に三塁来る。とりあえずナイス、モデチコチ一発で三笘、それそれ行くぜ。よっしゃー、これだ、ここで加速する、それが三笘カールだ。惜しい。いや途中まで完全に三笘顔ってたのにな。あれでゴールまで行けたら完璧だった、マジ。例えばそういうことで、ムバッペがワンパで音、完全に三笘が入ってる。バカめ、ゲテゲテ、ちょっとあれダブルダッチでんや、なんで。バカめ、俺は三笘やめねえ。なめんなよお前、沼なめんな、沼スリバレ。キックの精度が高い、それは今回の三笘薫の素晴らしいところだ。バカめ、三笘につられたな俺は。おいてめえ、もらってない、戻りつなげる。弾けるからマフレーズ同士の戦いなら、あー分があると思ったのに。頑張れ。そうムバッペ落とし、モドリッチ、三笘。今回は食らえ。ダメか、さすがにきついな。リオネルメッシも厳しい距離が、くそー、あんだけゴール前でボール回ってるって決めれねえなんて、お前2223後半だけでいいんだよ。2324見てもやってくれよ。ということでもう一つ解説の長官、左側を完全にブライトンにして攻め上がっていく。これでおそらくさっき以上の素晴らしい連携からとんでもねえ三笘薫が爆誕するという予想だ。いい、解説の前やっぱりさ、ブライトンの方が元気そうじゃねえかよ。なんだこれ、いける。手前側ちょっと幕張っちゃってるんですけど、奥ついたら勝ちだから、 G スポットガラ空きマジで。これ G スポットを三笘薫選手の T スポットに変える必要があるな。その覚悟はできてる、行くぜ。え、スピナイズキックウィンド、前向いて頼ます、やっちゃおう、縦に入ったか、それがブライトンだから。行くぜ三笘、俺はここからパスはやらねえ。ちょっと、三笘、これが三笘薫だ。見たか俺ら、このドリブル突破できるやつ俺以外いんのかよ。一瞬ドリブル突破しようと思ったけど、そういえば逆性能が高いのが今回の三笘薫だった、どうしようと思ったらぶつかっちゃったけど入ってから OK。 すれば気をつけろ。これはエスピニャがボールを奪ってくれるはず。ナイス機動力。いやダメでしょ、エスピニャにそんな厳しく笛吹いちゃう。もう絶対イエローカードやん。ああ、え、あ、そっか、富安じゃねえから大丈夫なのか。はい、富安、はい、返し下げて、こっから一発で三笘ゴリゴリに空いてる。いいキックしやがるな。落として、いいね、そう、あ、もったいない、普通に間違えた。あー、メッシすごい、はい、きた、完璧でしょ、わーおじい、マジかよ。はい、並走最強だから本当にこのゲーム。フライパス、毎回三笘がフリーになっとるのは、どうやら三笘が尊すぎて誰も近寄れない手が返せと認まない。ムバペ出せ、そうだ。で、ここで左足が逆足やんな、クロス蹴ってみる、相手全然うまいことか。じゃあ行けよかった、クソ。てか足元寿司高いからドリブルとかで待っときゃよかった。中でケレケレケレ止めす、そうそうそう。でブルーのこっち、海星堂、一撃見ても変わる、空いてます。ほーれ、見たことか、行くぞ、もうやる、こんな、シャもう状況さえ作ってあげれば決めれる、もうただのネイマールです。逆足精度が高いというところを考えたら、三笘成分はモメンタムドリブル三笘よりも高いと言っても過言ではない。メッシからここ返せる経由、ここだろ、待て、この圧倒的な逆足精度から繰り出されるクロスダメか。まあ三笘って言ったらどっちかっていうとね、なんかその右足のアウトスピンのクロスの方が印象あるけど、やっぱ左足でクロス決めたいということで、アレクサンデル・イサク投入。そしてここに左足のスルーパスが炸裂していく。うわっ、ザカリア、あ、ナイス、縦で勝負できんだろ、ダブルチ、いや、この突破力成功、クロス、左足、
やれーだーマジかやばいね、なんか逆足精度のことなんかあんまり気にせない方がいいな、おそらくな。てかなんか突破力すごくね、モメンタム以上かもしれんな。それはないか、さすがに。二三九。いや、いい動きだし、チャンメなら悪くね、ダブラッチ。うわ、無理かー。てかチャンスメーカーなんかね、あんまりなんか良くないからとか思っとったけど、ウィングストライカーの方がいいからとか思っとったけど、割といいっすね。なんかそういうところも含めてしっかり見とまわるだな。これでスキル追加でワンパスルーパーとかつけるとマジやばかったのによ。取れっか取れっかこれ。取れっかマジ集まれ集まれ。あ、な、な、いけー、それナイスミリアン。お前には気持ちがある。サイド三笘左足をすれません。どうだこの精度。一作いけ、抜けろ。あったなマジだ。ただまあいかんなく逆足を振り回すことができるというところもいいところ。どうだ今の逆足ブロック。ナイスナイスナイス。取り切っちゃえ、取り切れる。あーもったいない、非常にもったいない。これワンチャン点かったらメッシがマイボールになるけど。なるねこれ。熱いなアスピリクエタマジで。クロスけらねえ、あえて持って、ここで三笘いけ空中戦くそ89分じゃねえかよ。あ、時間なくなっちゃったけど勝ったからよー。三笘カルイズグレートベストファイナリー決勝結果野々村です。以上。